ああ、ガクガクする。ああ、よし、これでよし <coughs>。あこんばんは。結構あの、温度下がってますよね。そう、部屋の中でも、あのライダーハウスは寝袋で寝るのが割と当たり前なんですよ。あの寝具とか用意する前提ではないので。で、えー、と最終日は、この古書瓦の近くの木造りから、もうずっと普通に道沿いに行って、 新青森の、あのー、新幹線の駅まで行ってここから林口で帰りましたえー、っとこれは前日に前々日だったかなあの駅ネットっていう JR の、あのー、会員システムで10パー引きで予約してました割とあの席残ってなかったですねうん次枠で終わりぐらいかな次枠の途中で終わるぐらいかなで翌朝のメニューは自炊しました あのオーナーさんに勧められたあのこれ本当は原タレでやるべきなんですよねバラ焼きのタレで炒めたパスタでございます残ったサラダパスタ全部投入したらえらい量になりましたでこれがですねあの油持ってきてなかったんであのラー油しかなかったんでまあくっつくくっつく <laughs> これ写真撮ってる間どんどん乾いてきて箸で持ち上げようとするとボソッと全部持ち上がるって感じでした あまり美味しくなかったですね。味は良かったけど <laughs>、私のあのパスタの、私がパスタ好きなのはあのアルデンテなんで、まあ味はあれですけども、食感は最悪でしたね。<laughs> 質問コーナー、質問コーナー、あ、で、あと、えーじじ、前日の残りのて、あのー、アップルパイと、あの、これ電子レンジで温めて、で、あと、あのバラ焼きのタレをかけた、えー、サラダで朝食しました。そう、ラー油。 小さいごま油じゃなかったらライダーたあれ見た目あるあれそうかな色的には割とあのー、緑色も一応あるしままじゃないですかそうでもないなんでアルデンテがあの食感ですよやっぱりパスタの美味しさはえっ、ー、とですね最近思うんですけどあのー、ガストのパスタが意外とうまいあのー、えっ、ー、とあれなんだっけ イタリアンレストランのあれは、さイタリアンレストランの、あー出てこない名前が、さな何でしたっけあ、サイゼリア、サイゼリア、そうそう。サイゼリアのパスタのなんか10倍ぐらいうまいですよ。きつい質問、申し訳ないです。やっぱりサイゼリアのパスタよりガストのパスタの方がかなりうまいなと、最近、あの、外食ばっかりしてて思いました。 で、えっ、ー、と、これは、出発したとこですね。あと1分ちょいあるので、別な動画、別な動画、見てらっしゃいませ。サバティーニ、サラスパ、そうめんですね。やっぱりパスタ太い方がいいな。うん、サイゼリアのパスタ、実は今日食ったんですよ。やっぱりガストの方だなーって思いました。あ、夕食1人でガストです。あと夕食1人でサイゼリアです。ガスト、意外とうまいですよね、パスタが。 で、これ、五所川原駅,駅前の,あのアーケード街で、あ、で、駅の横にですね、これ、立ネぷた館だったかなあの、ここのあたり、こっちのねブたはですね、ものすごく立て長いんですよ。立ネぷた、そうそう。<laughs> なんか,むずか、難しくもないけど、あの、漢字で書くんですけどね。確かこれ4階か5階分ぐらいの高さあるんでしたっけ でこれ上に人は乗るなんて考えられないなと思ったらさすがに乗らないんですねそもそもねぶたってあれ人は乗らないんでしたっけ山傘みたいそうなんかわざわざ高さを増した上に乗ってるんですよあこれあのえー、っとパノラマ撮影で下から上に撮ってますああジョイフルも安くていいですよねでこれがあの祭りの時にはこうやって出てくるらしいです建物の,あの一面が開いて これよく倒れないですよね <laughs>。この足場のわ足元の悪さが。あじゃあ次役取ります。次役で終わるぐらいですね。じゃあありがとうございました。また後ほど、もうすぐ取りますんで。お疲れ様です。<laughs> 高山祭りってどこだっけあれ繋がってない。あ繋つながった。いらっしゃいませ。 しまったさっきあのこの番組録画録画する設定を間違えて BGM が入ってしまってた BGM は別にしたかったのにあエロい人いらっしゃいませこんばんは桜坂やっくんとは誰ですかテレビの人ですかあのテレビ見ない人間人間にとってはあのテレビの人って言い方になるなうんこの枠で終わりますねいらっしゃいませ あ箱スタイルのステッカーの写真撮っと,っときゃよかったな。そしたら、あの、写真写しながら話す,話すことができたのに。あの、85ってでっかく書いてあるステッカーなんですよ。<coughs> じゃあ、1分た、1分あったので始めたいと思います。じゃあ、ラスワーク。多分ラスワーク。死亡。ハンザーもそう。<laughs> あのハンザーネタ多かったですね。なんだっけ、あの、視聴率が50%とかいう話でしたっけ ラスボスとは何でしょうかあいらっしゃいませ。で、こっちが五所川原駅ですね。一応、あの、路線が2つ乗り入れてるところになりますかね。まあ、駅舎自体は別なんですけど、こっちがの JR の五所川原駅。で、えー、っと、ちう、こっちだ。<laughs> この津軽鉄道っていうのが北側に伸びてるんですよね。津鉄っていうらしいんですけど。私がちなみに去年走ったのはこの辺りですね、こっちの方。 この13個のあたり通ってます。で、この道沿いは確か一遍も走ったことないですね。で、ここがあのストーブ列車で有名なとこらしいです。平屋の駅層高い建物はあんまりないんですよね。あんまりないけども、えー、と、あ、その写真は少し後か。で、あの列車が来た、列車が来たんで写真撮ってたら、こんなのありました。今一つあの、わかんなかったんですけど、 えー、除雪の時に雪をここに捨てるなって意味なんですかねレーザー測定あり。なんですかね、これ。あ、そうそう、13個、13個。えっ、ー、と、タッピザキは行ったことあります。あの、近くのキャンプ場の炊事場に泊まりました。あのー、船虫がいっぱいいるとこでした。レーザー注意。投げるは捨てる意味なんですかね投雪。そう、投石ではなくて。で、この日もまた、あの、ブナがいました。 なんでか今回、あの、リゾートした紙全部無ナだったんですよね。そう、投げる方です。で、えー、っと駅、駅舎の横にですね、横にですね、じゃない。横にですね、確かこれも、元もともと、立ちネプタの元格納庫なんでしたっけ今、使われてないんですかね。あの、s a 的な建物が建ってます。ちょっとわかりづらいですけど、ここに立ちネプタの絵が描いてありますね。 これ何階建て分なんだろう投げる、あ、やっぱり捨てるの意味なんですかねでも、投節ってなんかあの熟語じゃないけど、その漢字二字として使うのはなんか違和感ありますね。レーザーで、そうそう、あのカリオストのネタ私その時言ってましたね。横に発音。ん横に発音。初号機。初号機はあの下から、あ、まあ、いいや。イ <laughs> プシロンってロケットでしたっけ 豪雪計測センサーですかね。あ、北海道もいましたかね。そうで、多分これ一面にシャッターがあったりするんじゃないかな。ないか。ないかな。なんかあったらかっこいいなと思ったんですけど。透析。で、えー、と、こっちが五所川原の JR の駅で、横の方にあの、津鉄の、あのー、本社かな、これ。なんか一階がカフェみたいな、カフェみたいになってたと思うんですけど、津鉄の、 まあ、ビル、ビルじゃないかな、建物か。と、駅舎があります。あの、鈴虫列車っていうのが偉目だってますね。で、こっちがですね、えらい味があるとこで、<laughs> すましやかな。まあ、ここも相当苦しいんだと思うんですよ。つてつ、つてつ、ずてず。<laughs> 本当にそう言いますかね。発音そんなになるのかな。息をつもらせるな。ああ、なるほど。 測定する場あの雪の深さを測定する場所だから、雪を余計に積むなってことなんですかね。あ、なんか納得した。この場みたい。で、なんかこんな感じで、あの、ストーブ列車推しなんですよね、ここは。で、えー、季節によって、あの、走れメロス列車だったり、ダジャオサムの、えー、走れメロス列車だったり、スズムシ列車だったり、あ、噴霊列車もあるのか。で、あの、時刻表が、 漢字,漢字,数,字な数字なんですよね。うん、本数も少ないです、やっぱり。まあえて残してあるんでしょうけどね、こういうのは。ああ、薪ストーブだったかな。確か一遍、あの、徹子の旅の中で見たと思うんだけど。うん。で、あのー、2013つてつワールドカップ、鈴虫サッカーです。結構これ、いい声で泣いてましたよね。 でもサッカーボールないんですよね、これ。ナスビーは挿してあるけど。<laughs> そう、これも世界大会ですね。で、あとあの、鈴虫列車が走るんだけど、特別車両がいるらしいです。一両だけ。こういうのいいですよね。でも多分今ネ、インターネットの時代だからすぐ分かってしまうんだ、あの、こんなの。で、あと、虫駅長っていうのがいるらしいです。あ、この駅じゃないのか、あの、鈴虫駅長がいるのは。 猫の駅長は確か全国で2カ所ぐらいあるんでしたっけでも、虫の駅長は多分あまりいないと思う <laughs>。しかも、あの、近くで見ると意外と見た目が悪いからな、鈴虫は <laughs>。そうそう。この鈴虫。ん何がわかるのあ、あの、特別列車が何時に走ってるというのに一発でわかっちゃうんじゃないかなと思って。だから、一日中張り付いてる人はいないのかなと思って。 あと、ストーブ、あの、ストーブ関連のグッズ売ってます。えー、ストーブ酒300円。えー、日本海のスルメ。多分これ、ストーブで、あの、焼くのが有名ですよね。スルメとか。あと、なんだっけつくね芋チップスと、あー、これこれ。石炭クッキー。あの、石炭売ってます。これ、あの、ストーブの、ね、燃料ですよね。多分。いや、本当に石炭使ってんのかなあと、ストーブドら焼きは、まあ、普通のドら焼きなのかな。 あ,あでも石炭クッキーって言ったらあの夕張にもありましたね。なんだっけあれ。石炭キャラメルだったっけとかありましたよね。鈴虫サッカー、多分蹴ってないと思います。コオロギは、そうそう、あの近くで見るとあんまり見た目良くないんですよね。でも鈴虫は本当にあの、鳴き声じゃないんだけどいいですよね。この時もかなり頻繁に鳴いてました。 昼間でも鳴いてますよね。熱かも多分やってるんじゃないでしょうか。んバリポリ。で、これあの、走れメロス列車ですね。えー、どこだっけあ、これだ。<laughs> あの、すごく目立たないんですよ、この走れメロス。これ時期によって張り替えてるんですかね。これが秋になるとス、スズムシになるのかな。<laughs> しかもちょっと剥がれかけてました。 そそうそう羽をする音ですよね、あれ。羽だけ羽、羽の付け根だったかな。ん輪行袋、ハンドルの長さによって、あー、そうそう、あの、フラットハンドルは意外と入らなかったりしますね。で、あとこれ、駅のすぐ横の,あの踏切なんですけど、味があったんで、写真残しときました。なんかこういう,こう,いうのいいなと思って。 で、えっ、ー、と、これ近くにあのエルム街ですね。あの、悪夢のエル、悪夢でしたっけあれは。エルム街。まあ、車社会的なとこですけど。あ、スタバもある。これスタバでしたよね。えっ、ー、と、スタバがあるってことは何だっけスタバがあるってことは、えー、確かあの、那覇の駅前の話を Z さんから聞いたんだけど、もう忘れた。多分スタバがあることによって、なんかその、 文明度がの指標になってるとかなんかそういう話だったと思いますクロスバイクはああツーナイナーもさっきありますよねマウンテンバイク半分ぐらいツーナイナ,ナ,ナーかな高い建物でえっ、ー、とここでもうあの帰り輪行の時にですね荷物全部担ぐと肩が壊れてしまうんで1 0キロちょい分ぐらいあのいつも宅急便で先に送ってます 今回それでさ、あの、先に送ったやつ受け取るのに手間取ったんですけどね。二日目にしてようやく荷物を手に入れた。感化されて、あ、ぜひ、あの、輪行はですね、慣れたらそんなにめんどくさくないですよ。ん電線がない。あ、本当だ。これ埋めてあるんですかね。で、あの、ここにあったテントとかもすっかりなくなって、で、中にあったあの、充電器とかの重たいものも送ってしまって、だいぶ辛くなりました。 あの最初に、あの、荷物を外して最初に乗るとふらつきますよね。まあ、積んだ時もそうですけど。なんか、あの2、3分、鳴らしが必要ですよね。体に。ああ、ソイラテいいですよね。私も結構ソイラテにするな。で、えー、っと、コーヒー屋が文化の <laughs>、あれ、まずいですかね。私、コーヒーのうまい混ぜ、あまりわからない。甘いコーヒーか。そう、肩が破壊されてしまうので。 この荷物でも結構肩赤くなるんですけどね。で、その後、えー、青森駅に向かって、新青森か。駅に向かって一直線ですね。で、これ確かあの、国設ドームってなんか手前の写真、手前が悪いな、と思う絵的に。中の西武ドームに似てると思いました。確か西武ドームこれのこの辺りが銀色で光ってますよね。リアキャリア、ああ、そうですね。もともとマウンテンバイク用のやつです。高いけど。 スタバとか、あの、ドトルとか、コーヒー飲むだけじゃなくて、くつろぐ場所ですよね。あの、座ってゆっくりする、あの、本読んだり。っていうところが大きいのかなって思います。そいえ、カロリー高いんですかあれ。マジで。知らなかった。私もなんか低カロリーのイメージあったのに。あと、うどんとそばだと確かそばの方が実はカロリー高いとかありませんでしたっけえっ、ー、と、回転系のイオンソースう,そう 今日は捨て、なんとか自転車、自転車屋さんに持ってきたいんですけど、ずーっと雨が降ってるんですよ。ああ、スズメが。そういう影響も本当にあるのかもしれないな。で、途中にあった田んぼのかかしコーナー。これは何で作ったんですかね。値段と量。量、うん、量も。<laughs> 量で言ったら、あの、あれですね。マックのドリンクですかね。 ラージドリンクとは、ラージド、あの、ドリンクの L とか言ったら、あんだけ飲んだら腹タプタプなりますよね。で、かかしは、ネタ的にはこっちの方ですかね。これはナンパンの人のカかしと、結構忠実に再現してありますよね。で、あとこっちわからないんですけど、これ誰ですかわかる人いますこの人、半沢さんじゃないですよね、多分。カ,カシかし一家。原因知りたいので。 カロリーで、栄養で、田舎軽自動車。あ,あ、そうそう、軽自動車ってよくコメントで言われますね。でも、そんなに都会が重自動車ばっかりかっても私は思うんですけどね。まあでも、やっぱり、全然違うんでしょうね。連行で、えー、ちょっとコメント少し。ん今でしょあ、予備校の人か。あー、なるほど。予備校っぽいな、確かに。講師っぽいな。あ、今でしょの人、この人なんですか。 あの今でしょっていうネタしか知らないんですよ <laughs> なるほど。であと、妙に忠実だった、あの、船っ子。結構これ似てるんじゃないですかね。ちらっとしか私も見たことないけど、こんなんじゃなかったっけ確か。あの、目の白いところがあんまり白くなかったり。手の角度が。なんか、こう、非公式の公式のキャラクターなんでしたっけ今一つ、あの、位置づけがわかってない。あ、頭尖ってなかったっけ そうそう、なんか、あんまり目のところが白くなくて、あれが特徴じゃなかったですかね。で、あと、熊ンが、熊ンこれです。意外と、いや、私もあの、ふなしのことはツイッター越しにしか知らないです。ふなしネタを、あのー、知り合いの人がツイッターに書いてるので知ってるだけです。なんとかなし、ブシャーとか言ってるっていうことしか知らないです。痩せたドラ。 そうなんかあの、クマモンが耳で支えられてるんだけど、耳が。でも、これも妙に忠実ですよね。そう、モクマモン,マモンそう、確かブシャーって言うんですよね、あれ。耳をずられた。で、えー、津軽富士はだいぶ離れましたね、ここの辺りで。遠くから見るとこんなに,ふうにシルエットでしか見えなくて、あ、でもこの日は結構空気霞んでたか。硬いもの。ドラえもん、あれ、そうなんですか ディズニーだとよく寝タにされますよね。で、これ途中のため池だったかな多分貯水池だと思うんですけどね。で、この写真が何かっていうと、みんな立ってる。遠くから見たら、あの、えー、っと、首突っ込んだり元に戻ったりっての繰り返したりして可愛かったんですけど、写真撮った瞬間はなぜかみんな立ってました。これの尻尾ですよね、みんな。尻尾っていうのかな、鳥の。 妙になんかあの倒立してるやつが多い <laughs> そう餌取ってるとこですねあとさきがいたけど逃げ、あのすぐ逃げましたねん米が重い米が重いあコメント投稿がですかね私もさっきあのとえー、っと配信者コメントしようとしていっぺん無視されましたけどなんか今調子悪いのかな漫画で <laughs> で、えー、この写真はこれですね。意外と暑いです。日陰は涼しいけど、日に当たってると結構暑い。あ、ちなみに今回の旅行で、やっぱり焼けてましたあの。手首の白黒の境界線くっきりしてます。<laughs> うん、うちの近所。あ、これか。んこれかなこれかなそう、本当に青空は綺麗でしたね、この数日間は。 えっと、今日は何してましたかうーんとですね。GoPro 録画のための録音機材を買いに行ったりしてました。ヨドバシに。あの IC レコーダー買ってきてあのパソコンと、パソコンとの間に、マイクとパソコンの間で挟もうと思って。まだ、あのいや、テストしてないですけどね。後半はでしたね。で、えー、途中ですね。どの辺りだったかな多分ここら辺。これか。この辺りですね。 ここにちょっとした展望台があって、それに寄ろうと思って最初気づかず通過して、ここになんかの古民家の、古民家の何なんだっけこれ <laughs>、公園じゃないですけど、なんかこう施設があって、ん横浜。またカッコつけたって言われた。これ藁ぶきかな茅ぶきかな明日はですね、雨がや,やむ時間があれば自転車をあのー、セオサイクルに持っていきたいと思ってます。 でここでもトツいたただきました今回あの、八戸に着いてからは毎日、凸いただいてますね。えー、っと八戸周辺が、あのー、USB ケーブルをくれた方と、あと若い女性の人の凸があって、翌日のおいらせがトラックの人からコーヒーもらって、でその次の日、あの黒石の辺りでバイクの。 あの方からららいいただいててて1個もらってもらっっで最終日が、あの、確か WG さんでしたね。あの、この時、トツしていただいた方は。あれ ?WG さんは確かビアンキのクロスバイクでしたよね。あの、フロントサス付きのん。んセオサイクルで、あの、イオン化しますって言ってあの録音、録音データ持っていこうかと思って。まあ、でも特定難しいんですよね。自転車のイオンって。 で、左の方はこれ、あの、なんかプレミアムな感じのリンゴジュースです。美味しかったですあの。すぐその場でいただいて。で、このミルクバナナの方はですね、メーカーミルクバナナっていう、何かって言ったら、あの、結局あの、帰りの新幹線の中でいただいたんですけど、えー、白あんもなかでしたいや。完全に予想外でした。白あんもなかのバナナ、んえー、なんだっけ、メーカーミルクバナナ。 これってどこのメーカーなんですかねやっぱり五所川原のメーカーなんでしょうかダ ?WG さんに聞かないとわからないけど <laughs>。あ、バイクトスの人、今日もありがとうございます。あのリンゴをもらってもらった人ですね。バナの風味は少ししたと思います。あんまりなんか極端にはしなかったと思うんですけどね。いや、アイスじゃなくて、あの、乾いたお菓子です。で、えー、さっきあの見落とした方に戻って、あの、 五章川原方面の景色ですかね、これは。えー、確か、大、なんていうんだっけ、狼えーっと、この場所、なんて言いましたっけ。確か、大野長根公園でしたっけ、これ、読みは。確か、大野でしたよね。そう、あの、国鉄ドームが見えてます。だから、駅は多分、この辺に映ってると思うんですけどね。 あ、多いのか。あー、忘れてた。ありがとうございます。多いのか。で、一応これがこの日の,あのビューポイントでした。この日はそんなにネタ多くなかったんで。で、その後、あの途中にで見つけた、あの、そばやってるところがあったんで、うどんとかそばとか。そう、多いのって読むらしいです。長野の方にも多いのっていうのがあるって聞いたんですけどね。コメントで。で、ここで一旦放送中断して、昼ご飯食べました。 えーっとそこれ冷たいそばと、あと鮭おにぎりのセットで500円でしたね。これ何そばって言ったかななんかそうめんみたいな感じのそばでした。割とあの細くて滑らかな感じの。で、この日割と暑かったから美味しかったですね。あそうか、この日は1人ずつじゃないや。<laughs> この後も1ついただいてるんだった。最終日はお,お二人に1ついただいてますね。うん、これで500円はまあ、 そこそこ安いんじゃないかなと私この鮭のおにぎり好きなんですよああ鮭にピント合ってないご飯にピント合ってるん黄色のああれたくあんですねのりなしうまいですよね鮭おにぎりあとあのいろいろ細かいの売ってましたあのこの餅思わず買いそうになりましたけどねまあこの後補給食はいらんなと思って 大福とか、結構安いですよね。茎とか。多分、地元のお母さんたちがやってる店じゃないかと思います。んおばちゃんがと、握ってる、あ、おにぎりですかね。どうだろう肩使ってるのかもしれないです。で、ここでもついただきまして、実はですね、あの、去年、青森走った時に、あの、大旗っていう、えー、っと、大旗っていう、大旗は、 ここじゃない。こっちじゃない。<laughs> えっと、津軽半島じゃなくて、こっちの方ですね。下北半島ですね。ここだ。ここで私が、あの、えっ、ー、と、トイレの水で自炊しようとしてたときですね。に、あの、水とガリガリ君持ってきて、持ってきてくれた地元の凸の方が、なんですけど、あの、最初に、あの、昼ごはん食べて出てきたときに声かけられて、 ロボさん私覚えてますかって言われてあの私はですね人の顔普段普段から覚えられないので覚えてますかって言われるので超苦手なんですよちなみに言っときますとでも去年見た時にはあのマスクされてたんで覚えてなくても別に不自然じゃ,不自然じゃなかったですあの私は本当にあの人から覚えられてるかって聞かれるとものすごいストレスなんですよあの普段から仕事がそうなんですよ 申し訳ないです。あの、仕事上もですね、昨日会った人の顔も覚えてないんですよ、本当に。いや、振りじゃないですけど。あ、そうそう、手焼けてますよね。これ、グローブの穴ですね。で、今回も凸いただきまして、今回もガリガリ君いただきました。で、暑かったんでちょうどいいタイミングでしたね、ガリガリ君。客商売にそうなんですよ。あの、人を服装でしか覚えられないんで、本当に困ります。 に <laughs> 興味がそうなのかもしれないごめんなさい申し訳ないですいや昔から本当に覚えられないんですよよっぽど何か何度も会わないとはっきり覚えられないんですよねあそうそのための GoPro でもありますであと酒と場ですねあそうだこれまだ炙って食べてないやんこれ確か皮むいて食べるっていう話でしたよねそう昔からそうなんです その顔わからない私はかなり脳の方に問題があるんだと思うんですよ脳か精神かわかんないんですけどそうだからあの凸いただいても一回顔見ただけだったらまず覚えてないよほど覚えやすくなければ記号に <laughs> みんなカボチャに見えてますからトパイチローえー、っとあ皮も食うってことは皮食わないのがやっぱり一般的なんですかね んでも貴族、貴族だっけ貴族って言って、言ってたっけあ、そっか、路上の貴族って言ってたっけいや、あの貴族はあくまで精神的な話ですから。家からとかではなくて。<laughs> で、ちょっとだけのお手青森市に入って、あ、もう残り時間ないな。えーと、あと写真は、意外とあるな <laughs>。で、これは田んぼが綺麗っていうだけの写真ですね。色強調してるなー後頭部で、 自転車で,で、これちょっとあの小さい、えっ、ー、と、青森だからこれねぶたですよね。気にするとこじゃないのかもしれないけど、あの、町ねぶたって言ってましたっけあの、地元、地元のお祭り用のねぶた、ねぶたの、えー、なんて書いてあるこれ、あ、町ねぶたって書いてありますよね。の小さめのやつでした。そう、路上、気候してるとなんかあの、レーサーっぽいですよね。ん黄金くねくねあ、わからない。 いや、次はあくまで行かずに終わると思います。で、途中温泉があったんですけど、意外と時間を押してきてたんで、これを飛ばして、タラポッキー。あ、で、これあの途中で見かけた特急ですけど、名前がわかりません。えーっと、これは JR の方ですよね。これ五能線じゃなくて何線になるんだっけなんかのスーパーひたちみたいでした。 新米、あの、さっきのおにぎ美味しかったんですよ。津軽。津軽線とかかな何線って言うんだろうんあ、奥羽本線か。ですね。奥羽線ですね。で、あと、これ確かあの、函館の方に行ってるやつじゃなかったですかね。あの、数字がついてるやつ。の、ノースイーストエクスプレス485。これ485っていう、あの、車両名なんですかね。 485あ、今年の新米は年間の振り,返し <laughs> 振り返りなのででもなんかきっちりあのー、枠に入れたくなるじゃないですかえーっとあれこの写真はなんだっけあこれ新幹線の高架が見えてきたとこですねもう新青森駅まですぐですああ、JR 北海道、ね、最近話題になってますが実はそのあたり詳しいニュース見てなくて で、これ去年も最後に行った三内温泉です。えーっと、いくらだっけ確か300円台だったはず。350円だったかな。で、ここはあの、石鹸とかないんで、あのー、自分で持っていく必要があります。で、ここで放送終わったんですよね、もう。時間も結構押してきてたんで。えー、これが列車の時間の1時間20分前かな。ん電線マン、電線マンなんだっけ、電線マン。 さっきのこれかそうそう。で、あのー、すっかり忘れてたんですけど、暑いですね、あそこは。で、その後、えー、去年はの南口の方だったんで、今回西口の方の、あの、新青森駅の西口の方に行って、で、パッキングしました。んあー、遺跡、そうそう、忘れてた。遺跡見てないです。そう、三内丸山遺跡ってコメントで言われてたんですけど。<laughs> んケツいてるばこれかな 私じゃないですけどね。で、パッキングして。あ、閉鎖してたんでしたっけそういうコメントあったっけなんか聞いてたような気もするけど。で、あとは校内でこの、これ多分イカだ、イカだったと思うんですけど、ね、イカコロッケ買ったりして。160円だったかな ?150 円だったかなん出ます。次のご予定は今んとこ立ってないです。 来週が3連休なんでしたっけどっか飛行機で行けたらいいんですけどね。で、えー、これ、はやぶさじゃなくて、私が乗ったのは、ですね。これ、はやもこの車両だったんですね。あの、小町みたいなやつかと思ってた。そう、新しい新幹線ですね。あ、もうこの写真か。<laughs> えー、最後の写真でした。次が。何時間かかったんだっけこの新幹線の写真が15時40分で、 で、中山駅に帰ってきたのが20時22分だから、えー、5時間弱ですね。んで帰ってきました。うん、コンパクト、あの、いや、意外とこれかさばるんですけどね、あの、列車内で。というわけで、振り返りがなんか最後になんか閉めようとしたのすっかり忘れてて、突然終わりましたけど、以上で終了です。あー、1分以上余ったなそうそう、今回、あの、今回ですね、意外と、 意外とっていうのはあれだけどなんか毎日それなりネタがあって面白かったですねまあ突然はたくさんもらったっていうのもあるのかななんか天気が悪かった日もあったんですけど意外と全体的に楽しかったと思いますなんかあちこち印象の印象に残ったところが多かったですね印象に一番残ったところとかあったかなうーん ああ、ダメだ。どれ,どれか一枚っていうのはやっぱりないな <laughs>。じゃあ、最後の絵はあと30秒か。じゃあ、戸はどこにでもしとこうかな。これでいいかな。うん。また思い、あ,ありがとうございます。じゃあ、えー、これで振り返りは終了です。長くやったっけ、全部で <laughs>。やっぱり10日あの9日間走ってると長いですね。じゃあ、来週またどっか行くかもしれないってことで、ありがとうございました。 じゃあこれで終了です。おやすみなさい。ああ、夕日も良かったですね。女性が。ありがとうございました。あ、龍角さんありがとうございます。では。